おはようございます。今日は菩提キャンプ場にやってきました。ここね、下池でございます。濃い多いそうやけど、で遊具もね、面白そうやけどあるんでね、はい、駐車場がここにいっぱい。それはね、40台ぐらい止まりますかね。このビートね、この下の駐車場ありますからね。はい、菩提キャンプ場でございます。まずキャンプ場を向かいましょうかね。キャンプ場、歩いて50メーター。下が駐車場でございます。住宅街の真ん中なんで、住宅街走っててね、まさかこんなとこがあると思わんのでね、びっくりしますけどね。まずキャンプ場に入ってみましょうかね。あ、ペット禁止でございますか。ここは今はね、デイキャンプしか受けてないみたいでね。これは手洗いかね、手洗いとゴミ捨て場と、ここ受付やね。受付でデイキャンプで晴れるのが、そうね、そんなに晴れないかな。1、2、3、4、5、6、まあ10パルぐらいしか晴れないか、そんな感じかね。で、横には遊具がありますからね。あ、予約席になってる。これが、水がすごいことになってるんだけど、いけるかね。おお、ここにほら、冒険の森の熊さんが。どうしよう、いけるかな。これ前傾でございます、前傾ね。ここ受付やな。で、綺麗なトイレがあって。はい、じゃあちょっとね、冒険の森行ってみましょう。はい、冒険の森行ってみましょうか。どっちから行くんかね。あ、立ち入り禁止。あれからロープを使って、遊具になってんやろね。はい、ちょっと上がってみましょう。今日誰もいないから、やってはりますよね。高いわ、これ。それ渡るだけでも大変そうやん。で、台はあるけど何にも掴むとこないからね、これね。あ、怖そう。ここはまだいいから、向こうがすごい高いねんて。あれ、ずーっとあんないから。これ、上上がる。高。なんかちょっとね、遊んであらへんから、ちょっとイメージわかへんねんけど。おそらく、あのロープに固定して、あの上のロープね、ずーっと行くんだろうな。この辺の場合はね。うわ、あれ怖いな。あれは怖いわ、あの高さは。これどういうふうだ？これはこう行って、これは、低いから、子供向けじゃいいかもしれないな、これな。こうやな、これずーっと、あ、ここで、これフィニッシュ。で、これは向こうからこれやけどな。ということは、ここからやね。あの網は渡るんかね、怖っ。これを降りれますね。ロープがないんだけどね。で、どうすんだよ、あれ、渡って。渡ってどこ行くんだよ、あれ。
ね、渡って行くところがわかんないね、ここは。どこ行っても体が、体がな、泣きまんねんけど。見学用ルート、こっち。人は降りてきましたけどね。これはどう行くんだな。おお。おお、向こう行く。向こう行くんだって、ね。あれ、向こうまで行くんかね。止まるか。ああ、ここがね、足場があんねんな。あれ、止まったんちゃう。止まりましたか。あの、ここでどれぐらいあるやろ。200メートルあるんじゃないかね。東京持って、あのお兄さん。お、行けたか。いや、やっぱ手でこいで張るんや。これ。手でこいで張ります。あら、大変だわ。はい、着きました。あ、行かれへんな。降りてくるとこやな、普通のとこから。降りてきて、最後はこれ。最後ね、最後だけど怖いわ、これ、これ。ああ、あれ怖そうやね。あれは怖そうやね。振り足でも怖かったんやからね。ダメだな。うわぁ、高っ。今日はね、誰もやってないからね、遊ぶ方法がわからへんね。怖いな。目線から言うと、もう10メーターやね。ああ、そういうこと。これは最後ってことやな。これ上がるんや、上。上上がって、こう行って、あれから最後やな、この最後の200メーターぐらいあるやつね。で、ここで、あそこフィニッシュね。で、下降りたら行けやもんね。何もね、後で回るとかで行けね。あれちょっと乗れてみましょう、行けも。これが下池でございますね。あの上と、あの上から一本ずーっとね、ロープ張ってあるから、落ちたらどうなんだろう。この池をまたいで、200メートルあるかね。水深どれぐらいあんねやろうか。ああ、お願いしました。はい、西木これが出てきてくれました。はい、ありがとう、ありがとう。ね、何もいないかな、言ったら出てきてくれた。ああ、綺麗な、綺麗な色してますよ。あっこやからね。だー誰かやってくれたらね、いいんやけどね、誰やってくれへんから。あ、白いのもある。下池からね、手前は、ハスかな、なんかな、わからないけど、ね、いっぱい入ってるでしょ。あら、明神さん行くの、これ。冒険の前。ちょっと待って、いや、これは明神さん行くの。おそらくこれ、明神さん登山道とかね。お姉ちゃん、おれへんがね。アドベンチャーコース3000円。で、スバリコース2000円です。